2. ダーラナーと格則のバランス。サッチダーナンダ氏の説明の中に出てくる生徒たちの悩み。私の心はあちこち駆け回ります。どうしたら瞑想、ダーラナーがディアナになっていくことね、ディアナ、できるでしょうか。の内容を図解すると次のようになるでしょう。で、ダーラナーしてもですね、考え事が出てきたり居眠りして外れますので、それ下向きにしておきましたね。外れたなら、格則、上向きの矢印。格則してまたダーラナ、最初の設定対象に集中するというダーラナに戻りますね。で、また外れる。外れるというのは、まあ、エネルギーがこう、下降するっていう意味ですね。で、また意識的に上に上げてやって、またダーラナしなきゃっていうので、これ繰り返していくと、1、3の繰り返しによるエネルギーの浪費下降で30分もすると、ああ疲れたっていうことになるわけですね。これは皆さんしょっちゅう体験してると思うし、こっちの方が多いんだろうと思います。おそらくね、図1に示されたようなダーラナーと外れの板挟みにあってくたびれるだけならまだマシな方で、瞑想行するのが嫌になってしまう人たちが結構いるものです。だいたいこういうことで瞑想を何回かチャレンジしてやめてしまう人たちの方が圧倒的に多いんですね。そういう人たちのために次のカードの Q&A を載せておきますので参考にしてみてください。これは実際にあった質問なんですよ。ヨーガはどうして健康に良いのですかって、なんか関係ないような質問でしょ。これは坂根さんが10年前に僕に起こしたあれで、多分幼稚園かどっか、あるいは大学関係者から聞かれたのか。ヨーガはどうして健康にいいのですかって聞かれて、坂根さん答えに窮してしまったわけで、僕の方に質問を起こしたのね。それで僕はどんなくだんない質問でもね、自分が言いたいことの方に持っていくんですよ。健康をね、健の幸を幸に変えて、そして幸、幸っていうのは、ああなんだ、ブリス、至福ですから、ヨーガによって最初は健康を目指しても、別な健康、ああなんだを求めて、そして至福ヨガの方に持っていくっていうことで、皆さん持っているあのテキストねができたわけなんです。で、最後はラマのマハルシになってるのはそういう意味です。この質問はおそらくアーサナの効用についてのものだと思いますが、まあ、坂根さんはおそらくアーサナについて聞いてきたんですが、僕としてはね、アーサナだけの回答はしたくないので、アーサナ、プラナーヤーマ、瞑想における気づきの効用を中心にして答えてみましょう。まあ、こういう答えだったら大学でも講義できますよ。幼稚園とかそこらの先生たちに聞かれたような質問、あるいは一般の人に聞かれた質問かもしれないけれども、究極の答えを出してあげればね、大学での講義にも使えるような回答になってます。 1. アーサナ、ハタヨーガのアーサナ、正規充実のための体体操は、これはラージャヨガじゃないですからね、ハタヨガですから。ラージャヨガだったら違うんですが、ハタヨーガのアーサナは程度の差はあれ、全身を使って行われ、それを行うことによって自分の身体への気づきが深まるようになっていきますっていうけれども、気づきが深まるように行わないといけないって、これ10年前ですのでね、僕回答したのですから、最初からそう言ってきたんです。皆さんに枚方で体操を指導してた頃から、気づきを育むんだよ、体操しながら気づきを育むんですよ、足引っ張ったり伸ばしたり体曲げたり反り上げたりして、その後普通の姿勢になった時にどういう生理的変化が起こるか、瞑想しながらそれに気づかないといけないんですよ。体操しているうちがね、大事なんじゃなくて、体操した後にどのような生理的変化が起きるかに気づくことが最も大切なんですよって最初から説明してたんです。初期の段階では体の錆びつき効果に気づき、修練を続けることにより柔軟になり得ることにも気づき、最初膝は曲がって伸びない人が練習しているとだんだん伸びてきたり、あんまりねじれなかった人がもうちょっとねじれるようになったりって、人間の体は錆びついていてもトレーニングすることにより柔軟性を、まあ、回復する、あるいは獲得することができるようになるわけですね。そういうことにもまた気づかないといけないわけです。そしてさらにアーサナ行を続けることにより身体機能の可能性と限界、どこまでもねじれるかって言ったらそんなことないわけです。人間の体の構造を持っている以上限界もあるので、気づくというのはね、可能性にも気づき限界にも、どちらにも気づくっていうことですよ。
これ片手落ちになるんですね。可能性だけ主張する先生たちいるけども、それは自分の限界知らないからなんですね。自分にも限界があるのは、まあ当然誰でも気づかなきゃないんだけども、生徒さんこう引っ張っていくために可能性だけ明るい方向だけ言って限界の方を隠す先生たちがいるんですね。それはよくありません。ここまではできるけどもこれ以上はできないんだっていうことを知ることも大切ですよ。自分の身体の持つ可能性を引き出して、それを有効に使い、限界を知って樽を知るってやると、ここで知足っていうことが分かってくるでしょ。体操を通してでもね、可能性、前向きの生き方もできるけれども、人それぞれに限界っていうものがあるから、それを知って、自分の限界を知るっていうのは、その後のね、知足の学習に役に立つわけですね。アーサナの賢明な利用の仕方です。アーサナは、ほとんどの場合、入足時に緊張、出足時に弛緩がもたらされるように行われます。だいたい息吸って足引っ張って緊張させて、息を吐いて足を緩めてって、そうなってますね。この呼吸と合致した緊張弛緩の交代のバランスこそ、体のこわばり、しこりを取り除いてくれる根本要因です。それにより骨格、筋肉の柔軟性が得られ、血液、リンパなどの体液の循環が良好になり、各種ホルモン分泌のバランスが得られ、内臓機能が向上します。内臓機能のバランスの取れた向上は、感情の円満、情緒の安定につながります。で、アーサナやってぐんぐん良くなる人はこういうようなことが起きてるんです。ところが起きない人たちはこうならないんですね。当たり前ですけどもね、それはやり方が悪いんです。アーサナのやり方が悪いんですね。主に呼吸との関連性を間違ってるんだろうと思うんですね。緊張するときに息を吸ってじゃなくて息を吐いたりとかって逆にやる人たちもいるでしょ。あるいはチャランポラに途中で息継ぎ直したりとかっていい加減にやる人たちいるでしょ。そういう場にはあまりうまくいきません。でも限界はあります。その辺まででそれ以上は良くならないし、あと年取っていくともうこういう機能向上よりも老化による低下の方が激しくなってきて、体操だけでは何とももう持たないっていう状況になりますね。あれぐらい体操上だったカシーさんでも年取ってきた10年ぐらい前から老化でなんか首曲がんなくなったりとかって体の故障の方が多くなってくるでしょ。バンバさんのとこでも膝痛める人が多かったりとかって、健康になるんじゃなく不健康になっていく人たちもいるんですね。それは限界を知らないからです。人間の体には限界があるんだということを知っておかないといけないですね。あと一家に体操の名手でも大体見にくくなっていきます。肉体っていうのは老化しますんでね。インド人の有名な先生たちでも体操のまあチャンピオンみたいな人たちでもだんだんなんか体も締まりなくなってダブついて見にくくなっていきますね。体操いかに上手でもね。ですから体操にこだわるのはせいぜい30、40の前半ぐらいまでで、それ以上はこだわらない方がいいです。あとはだいたい見にくくなってきますんでね。カッコ2のプラーナーヤーマ、このもう一度確認しますと、ヨガはどうして健康にいいのですかって聞かれたんだけれども、アーサナの駆読、そして今度はプラナーヤーマの方面からの駆読を説明してるんですよ。僕はプラーナーヤーマ超速長期法には実にたくさんの種類がありますが、最も基本的な腹胸式呼吸、まあこれは僕たちがやっているような呼吸ですね、を例にとって説明してみましょう。この呼吸法においては、まず出足とともに腹部を十分収縮し、まずこれが中年の女の人たちやできない人にね、野村さんたちの教室でもそうだったね。息を吐いていってお腹きちんと引っ込む人がいるかっていうと、まあ出過ぎてて引っ込まない人の方が多いわけね。これはどこの教室に行ってもそうね。40代50代のおばちゃんたちっていうのは、息を吐いてお腹を引っ込ますって言っても引っ込まないような二段腹とかしてるでしょ。これなかなか分かってもらえないね。だからなるべく30代ぐらいまでで修行を始めておかないとプラナヤマは難しいですね。その後の入足とともに腹部を十分に膨らませますので、腹行神経層あるいは太陽神経層が非常に活性化され、また腹部の臓器のマッサージをすることができます。呼吸法だけで腹部のマッサージすることができるんですね。腹部の拡張の後、さらに息を吸い続けて胸部を大きく開きます。
って、これもできない人いるし、あと痩せてる男の人たちね、井上さんたちとかできなかった人たち多かったですね。女性だけじゃないんです、あの腹胸式呼吸できないのね。できないと今度本当に4位立ってそうしてるんですかって僕に聞くんだね。自分ができないからってね、あの正しい業法を否定しない方がいいですよ。皆さんもあれこれできないことあるんじゃないかと思うんです。そんなことできるわけがないと思ったって、マスターたちはそれを実現した人たちだからマスターと言われるんですね。だからボンクラな自分とね、あの政権方はあんまり比べない方がいいですよ。比べられるマスター方っていますから、そのティクナタン先生とか自分たちと比較できるような人いますが、例えばラマナマハルシっていうのはちょっと比べようがないんですね。皆さんおそらく比べられないだろうと思うんですよ。そういう境地どういうものかって分かんないしね。でも真理っていうのは比べられないんですね。比べられるのはこう分別して説明してくれているレベルだけですね。まあ自分にできないからってあの信用しないとかそういう態度はよくありません。その後は出息とともに自然に収縮リラックスしますので、胸部臓器のマッサージもなされることになります。腹胸式呼吸しますと、腹部と胸部に関係あるあらゆる内臓、それから神経、血液とリンパの循環とか全部刺激されるんですね。これも上手にやればっていうことで、お腹引っ込まないんですとか、そういう人たちがいくらね腹胸式呼吸の真似してもそうはなりませんね。このようにして腹部胸部の十分な動きと、それに伴う横隔膜の機能的な運動により内臓全体のマッサージを行うことができ、出息とともに炭酸ガス老廃プラーナを効率よく排出し、酸素新鮮プラーナを入息とともに効率よく取り入れることができます。したがって血液の炭酸ガスと酸素の交換が効率よく行われ、静脈血の浄化、静脈血っていうのはあの老廃物をたくさん含んでる方ですね、動脈血は赤い新鮮な血の方ですね、の活性化がスムーズに行われ、要するに新陳代謝が程よく行われるということです。正しいプラナーヤマをするとね、綺麗な血液が全身の組織を活力あるものにしてくれることになります。ですからプラナーヤマよくできないっていうのは新陳代謝もあまり良くないということなんですよ。いろいろな呼吸法を自由にできないっていうのはおそらく生理的な体の新陳代謝が良くないということですね。プラナーヤマ行をしているとき、自分の呼吸をよく観察することにより、自分の息の長さがどの程度のものなのかに気づき、これもね、長くもしていけるし限界もあるでしょ。どっちも知らないといけないんですね。修練を続けていくことで、呼吸の長さや補足力、まあ息を止めている、時間ですね、止息力、息を吐いた後止める力の可能性と限界にも気づきね、いつでも可能性と限界に気づかないといけないということですね。アーサナで体験したように、息の仕方を通じて自分の体と心をコントロールして有効に使うことと、その限界を知って樽を知る、無理をしないということの2面を納得できるようにもなります。このどちらも知らないと健康ではいられないですよ。でないと無理してあんなに頑丈だったのにってパターンと言ってしまうんですよ。まあスポーツマンたちっていうのは大体短命です。スポーツっていうのはあの命をかけて勝敗を決するわけですから、怪我が多いし内臓疾患にも見舞われですね。スポーツマンが健康なのではありませんので、その辺勘違いしないでね。大体健康っていうとスポーツマンだと思うかもしれませんが、そんなことないんです。大体スポーツマンっていうのは片輪ですんでね、ゴルフとかテニスとかあの卓球とかの選手の右腕と左腕全然違うんですよ。バイオリン弾きの左手と右手合わせるとこうなんですよ。皆さん知ってます？左手で押さえるから左手の指、まあ普通のプロで1センチぐらいこう長さが違うんです。ギターやってる人も左手だけ長くなって右手はこうですから。ですから芸術とかスポーツとかなんか一元に通じるっていうことは片輪になるっていうことですよ。ある意味で片輪になってもその地位名声得られるので頑張るわけです彼らね。今度は瞑想によってどのような健康が得られるのか、これは心の方ですね。瞑想というのは精神集中ダーラナーの純粋な持続状態を言うのですが、何か一点に集中しようとしてもあれこれ他のことを考えてしまうのが普通です。私たちはいつでも何かをしながら大抵は他のことも考えているものです。
普段はそういう事実に気づかないでいるものですが、ヨーガの瞑想行をしたり座禅してみると、雑念妄想の出てくるわ出てくるわって書いてたでしょ誰でも我ながら呆れてしまうものです。瞑想行としての精神集中ダーラナの良い点は、この多発する雑念妄想に気づきやすくなるということです。静まってみると自分の考えによく気づくと、そういうことになるでしょう。まあ普段でもあれこれ考え事してるんですけれども、普通の人はなかなかそれに気づかないですね。そして気づいたなら集中に戻るようにします。まあダーラナ覚速ですね。この気づき戻りを覚速と言いますって、この頃はまだみんなよく分かんなかったので説明したんですね。精神集中するからにはエネルギーを消費するわけですが、精神これもエネルギー、集中されたところにはエネルギーが集まるわけですから、つまり皆さんが何かに集中しようと思うとエネルギー使うから減るんじゃないかと思うけれども、それ以上にエネルギー集まってきたならば、使ったのよりも集めた方が多いので、プラスマイナスの収支はプラスだっていうことです。下手な人はマイナスになりますね。一生懸命集中してエネルギー集まってこなかったらマイナス、借金ばっかしになるでしょ。その部分は発達ないしは正規充実することになります。ですから正規が不足しているなと思う部分に精神集中の技法を応用することによって、正規活気を充電することができるということにもなります。まあ皆さん普段思いの持てなくても、火事場のバカ力って言いますように、まあなんか困った、巣は一大事っていう時にはバカ力出る、それぐらいエネルギー持ってるんだけども、普通はその使い方を知らないわけですね。火事場のバカ力を出すんではなく、ヨーガ的な手法では自分の体内心、まあ心身ですね、にあるエネルギーを不足している部分と部署、局所にね、こう回してやるようなクリア、意識の巡らしをするわけなんですね。皆さんの心身のエネルギーは一定量しかありませんが、余ってるところと足りないところがありますね。だいたい体温高いところには有り余ってる場合が多いし、体温が低くなってると、普通よりね、低くなってるとそこに行ってないんですね、血液とかね。ですからそれをうまく巡らすようにするわけなんですが、一つにはアーサナ、もう一つにはプラナーヤマ、もう一つには瞑想とかクリア、意識の巡らしで行える。その三つで肉体的に、生理的にね。それから、まあ、プラナーヤマの場合には肉体と精神の間ぐらいですが、生理的、心理的、中間的な、つまり正規的にですね、ヨーガのことばかり言うと。で、心の方、瞑想の方で精神的にエネルギーの調整をするわけですね。足りないところにはもっとやって、余ってるところは引き上げて、こういうことをするわけです。ですから、考え事して頭に血が上ったら、手放して、のぼせを下げるとかって、瞑想は心の方だけを見ますので、それが中心になります。雑念妄想が出るということは、ちょっと考えるとマイナスだと思われますが、これには良い面もあるのです。雑念妄想が出てくるということは、その元として保存されている、執着して保存している記憶があるからで、それが湧き上がってきたときに、それに気づき執着しない、囚われない、手放す、というふうにできれば、囚われの記憶、これもエネルギーが減っていくことになります。つまり、雑念妄想は一点集中にとってはマイナスですが、素早い覚速、気づき戻りを伴うなら、それは、囚われの記憶マイナスです。それはね、エネルギー放出、イコール無執着、ということになりますので、マイナスも得になるわけです。最初に出費しても後から収入が多かったら、それはプラスマイナスの収支は得だっていうことですね。ですから精神集中による局部充電と覚速による集約エネルギーの解放あるいは分散をバランスよくやれば、まさに一挙両得になります。これも覚速が効く人の場合はそうですが、効かない人の場合にはますます囚われてってそうなるんですね。心に執着が少なく、必要なところにいつも十分なエネルギーを充電できれば、健体更新ね、健やかな体、安らかな心、イコール健康になりやすいと言えるでしょう、ということで、これが高根さんへの返事だったんですね。以上の Q&A をよく読んで、
Q は質問ね、 A はアンサー答えね。理解してくれるならば雑念妄想が出るから瞑想行は嫌いなんて言わなくなるはずですが、内容わかんない人もいるんだな、こういう回答もらってもね。これ10年以上前の回答ですよ。だからヨガの全部こういうことを僕はいつでもどんな質問が来ても言ってたんだけども、受け取る方がさっきの野村さんじゃないけども内容がわからなかったわけですね。でこういうことを僕はあの平瀬でもね、中さんとか大家さん相手とか、あの白浜のヨガ教室とかでも一般の人にこう説明してたから、相手がヨガの先生とか一般の人とか関係なしに説明してたんですよ。だから分かる人には良かったろうけども、分かんない人には先生であろうと生徒さんであろうと何が何だか分かんなかっただろうと思う。はじめのうちはカード行念獲得3のようなパターンに落ちる、まあ要するに疲れるような、下向き上に上げなきゃ、下向き上に上げなきゃってくたびれるようなパターンね、に陥ることが多いにしても、毎日規則的に瞑想行に励んでいると。この瞑想には獲得が入っていなければいけません。獲得を伴わない瞑想行っていうのはこうはなりません。その人の修行内容は次の図2のパターンに向かっていくものです。ダーラナー獲得してディアーナの方に行くでしょ、でサマーディの方に行くでしょ、でエネルギーの有効利用による高揚、落っこちていくんじゃなくね、高揚していく。そして高揚していくということは自分の執着エネルギーが少なくなっていくことですので、私意識を発見しやすくなる、カバーが減っていく、覆いが減っていくということですね。ディスカバーってさっき説明しましたが、カバーは名詞では覆い、で動詞では覆うっていう意味です。でディスは取るですから、覆うことを取るので発見するっていう意味になるわけですね。覆いをどんどん取っていくというのがダーラナ・ディアーナ・サマーディですが、サマーディに行ったからって言ってもどういうサマーディかが問題なんですね。でそのサマーディの体系を説明してくれているのがヨーガスータという経典ですね。でエネルギーの有効利用できればいいんだけれども、だいたいダーラナー獲得の修行に入んないで、まあ体操ぐらいやって、あと日常生活では好き嫌いね、飲みたい放題食べたい放題とか、あと人に対する好き嫌いとか、テレビの番組とかあれこれでエネルギーロスする方が多いので、この図2のダーラナー獲得に入っている状態ではないっていうことですね。ここまで行ってないし、そこまで行けばねそういう可能性が出てくるんですが、だいたい皆さんの日常生活のレベルっていうのは、そのダーラナー獲得からずっと地獄に向かって下の方ですから、まるっきり違う次元で生きてる方が多いんだと思うんですよ。で毎日接心やるとなると、このダーラナー獲得のレベルからスタートできるんですが、それでもこうならないのは前の図1なんですよ。考え事をしすぎるので手放しが効かなくてって疲れてくる方ね。まあ図解よく見てね、自分のパターンを矯正する、どこで矯正したらいいかってちょっと考えなきゃいけないでしょうね。